えー、皆さん、こんにちは。北海道留学センター東恵です、えー。本日こちらの動画ではですね、カナダ、バンクーバー、ケローナの2都市にキャンパスがあります、バンウェストカレッジで。こちらの方でですね、最近は新しく開校しました幼児教育プログラムにつきまして、日本人スタッフのサラさんからご説明いただきたいと思います。では、サラさん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。えー 幼児教育資格取得プログラムっていうのが、まあ、簡単に言うとカナダでで保保育育士士資格を取って保育士になるというプログラムです、はいで。これはバウエストが勝手にやりますって言ってやってるプログラムではなくてカナダの国から許可をいただいてこの学校であれば開校していいですよっていうふうに。 えー、認可を受けているプログラムになりますでもう完全にこうライセンス取得のプログラムになりまして、うん、卒業までに ECEA というアシスタントの資格と卒業までに卒業した後ですけどアプライをするのが保育士の正規資格ですね、うん、あの取ることができますよというプログラムです。でこれ期間が11ヶ月で 3回の実習を挟むプログラムなんですけど、コープではないです。なので、無給で実習が3回入っっててくるプログラムになってます、うん、ただ、学生ビザで、えー、いらっしゃるので、週24時間は、えー、学生ビザでもアルバイトをしていいですよっていうビザになりますので、うんまあ、ほとんどの生徒さんが、まあ、無給の実習プラス、有給で、えー、アルバイトも保育園でやっているという状況になります。うんうん はい、はい、そうですね。ねで、これはまた他のプログラムと全く違う、なんていうんですかね、またかぶってないので、うんうん、全部あの、なんていうんですか、他のプログラムの生徒と一緒に受けるっていう,いうクラスはないです。なので、e、ECE のための、えー、クラスがすべて開講されているという形になります。はい、はい。であのー 私もこれを開講するのに、すごいたくさん勉強しましたし、うん、授業を実際プロで受けたりとかするんですね。はい、で、実際に今日本人で EC として働いてる方にもお話を聞いてきたんですけど、うん、あの、ちょっと全然なんか日本と違すぎて、うん、あの、びっくりしました。まず、<ー>えっと、 保育士さんっていう職業自体が優遇職種とされていて、うん、あの、時給にプラス、普通に会社さんからもらえる時給にプラス、政府から6ドルプラスでお金をもらえるんですね。うん、なので、例えば20ドルの時給で雇われたとしたら、うん、実際にもらえるお金って二十六26ドルになります。うん、はい。で、まあ、留学生で初,任初年度というか初任給から26ドルを もらえるって結構高いんですね。はいうん、あの専門職とか知的労働とかってあのチップが出ない職種になる場合って最初にお金を稼げるようになるまでに結構時間がかかるものなんですね。私ももう最低賃金で1年間は働いてましたし、はい、あの全然思ったより稼げないなっていうのが印象ではあったんですね。でチップが出る。えー ラーメン屋さんとかそう飲食店で働いてる方はもう,しょもう初日からたくさん稼げるとは思うんですけど、はい、あの飲食じゃなくて何かしら知的労働をやりたいというふうに思っているとそんな急に26ドルスタートなんてありえないんですよねうんあの初心者でとか初めての業界でってなると、ええ、でそこの部分でかなり最初からもらえるっていうのは一つ留学生にとっていいかなと思います。はい でえっと、移民のプログラムで、まあ、永住権ですね、取るにあって、うん、こちらも優遇職種になるので、はい職種、職業ポイントっていうのが非常に高いんですね。うん、なので、うん 絶対に取れますよっていうことは私の口からは言えないんですけど今のところ取れていない生徒さんはいないっていう回答が、うん、えと移民コンサルの方にいろんな移民コンサルの方に聞った結果だったので <laughs>、まあ、かなり高い確率で受験の申請ができているっていう状態になるプログラムでもあります。はい。 経験がなくても大丈夫です。というよりは、保育士さんの経験がある生徒さんっていうのは、今のところ日本からは誰も受けていない、来られていないんですね。<ー>なので、もともと全然違う職種だったりとか、保育士やったことがない生徒さんが来て、保育士の勉強をして保育士になるっていうプログラムなので、そこは全然気にしなくて大丈夫ですね。はい、はい。で、 っていうのもその実習無給ですねなので、うん、無休で入れられるとどうしてもこうお金をもらってる以上責任がついてくるんですけど、うん、その無給の実習という形で、あのー、取ってもらえるのでしっかりとやったことを実践しに行く場っていう形でこう、うん、求められることっていうのも あの、何て言うんですかね、そのお金、その会社からお金払ってるんだからこれやってくださいではなくて、はい、あの、学校のプログラムの一環として実習に来てるっていう形になるので、まあそこもご安心いただけるかなと思います。はい。はい、はい、そうですね。で、あとは2ヶ月、あのー、勉強したらもうすぐ実習。 なんですねうん、うん、なのでやっぱり6か月間勉強して6か月間コープっていう他のプログラムと一緒のようなやり方をしてしまうと、まあ、正直2か月前にねあの半年前にやったことの内容なんて覚えてないじゃないですか。けど、はい そうではなくて、もう2ヶ月やったら、その内容をすぐに実践をして、その勉強した内容の項目で、実習がちゃんとできてるかできてないかの判断をされるので、うん、しっかりこうアウトプットの時間っていうのを取ってもらえる、すぐに取ってもらえるっていうのは、一つ大きなメリットかなと思います。はい はあ、でこの、えー、とバーベストのカリキュラムを現役の e c の方に見てもらった時に、うん、一番いいところは何だと思いますかって質問をしたらあのプラティカムですねその実習先っていうのを3回別々の場所に行けるっていうことだと思います<ー>っていうふうにおっしゃっていて、まあ、どういうことかというと、はいまあ、日本でも保育園って全然こう同じ地域にあっても全っ 全く軽量が違うじゃないですか、うん、で保育園たちによって、まあ、それが私立であろうが公立であろうが、はい、本当に、まあ、例えば「勉強すごいやらせます」とか「裸足保育です」とか何、うん、かいろんなコンセプトを持って皆様保育園ってやってらっしゃるのでそれはカナダも一緒なんですね。 うん,うん。なので教育方法が違ったりです。とかまあ、ece が多い。保育園もあれば ecea まアシスタントが多い。保育園もあるので、うん、まあそれによってまあちょっとそのまあ、クオリティの差があったりっていうのがあるらしいんですね。はい、でもそれって言ってみないとわからないですよね。うん、その、うん、お応募の募集の段階で、どこの保育園がどうっていう,うのって、その知らない人が勝手に来て見れるものではないじゃないですか。うん、なので。 まあ、ランダムというか、まあ、学校のの指定の保育園でですすねささんは探さないです学校からこの保育園に行ってくださいという形で派遣をされますのでランダムに3つ違う保育園を、まあ、何の理由もなくではないですけど実習という名目で、あのー、見てきてで理解をして自分はじゃあどんな保育士さんになりたいのかとかどんな園で働きたいのかっていうのをうん、うん、やっぱり考える時間というか見れるっていうのは素晴らしいことっていうふうにおっしゃっていてなるほどと思いました。 やっぱり学校卒業してしまうとその教員のお仕事って生徒がいるのでそんなに簡単にやめちゃったら、ねうん、だって次の日から子どもたち先生いないっていう状態になっちゃいますので,でそうするとやっぱその後長いのでしっかりと10ヶ月の間に見極めていくっていうのが大事かなと思います。 はい、そうで,す、ね、で授業内容なんですけどバーウェストの場合はレッジョ・エミリアという、はい、もう一番今北米で流行っている教授法の勉強になります。うん、でモンテッソーリとかっていうのがちょっと日本でも名前が知れてる教育分野かなと思うんですけど<っ>モンテッソーリとは違うんですけどイタリアの教育法で、はい、まあ子どもが中心となる カリキュラムの作成っていうのをやっていくプログラムになるんですけどうん、うん、私がいろいろ授業の内容の勉強をする中ですごい面白いなと思ったのがあのカリキュラムの作成方法で、うん、子ども中心の,そのレッチャーエミリアの考え方っていうのが私全然意味分かんなかったんですけど実際に授業を受けてみて例えばですけどそのまず保育の 福祉さん1人に対して5人までしか生徒つけちゃう、まあ、年齢によるんですけどつけちゃいけないんですよね3歳から。はいはい、なので12人クラスだとしたら3人保育士さんついてないといけないっていう状態になるので、えー、結構日本だとで1人の保育士さんで10人15人とか見るじゃないですか。そうでですねなので こう見る生徒っていうのが担当制で決まってるらしいんですね。で、それで見る生徒の観察日記みたいなのをつけて、うん、この子は、はい、じゃあこの年齢のどのステージにいるか、言語レベルがどうなのかとか、行動がどう思考がどうみたいなのの、まあチェックリストがあって、そういうのを観察をしていくっていうことと、うん、か、その早生まれとかっていうのもあると思うので、はい、まあその同じ学年だったとしても、やっぱり幼少期ってすごく幅があるものなので、うんうん、どこの。 ステージに誰がいるのかっていうのを全員で把握ができるようにまずしているっていうことと、はい、あとはクラスの中で何か流行りものっていうのがあるらしいんですね。うん、例えば だから私たちもあったなと思うんですけど、なんか虫の、虫ブーム、もう虫のことしか考えられないとか、<ー>なんかポケモンブーム、もうポケモンのことしか考えられないみたいな、なんかそういうブームっていうのがクラスの中で、まあこう映り物である、うん、あるらしいですねで。まあなんとなく想像つくじゃないですか。で、要は算数をやるにしても、図工をやるにしても、全部のトピックを、うん、その生徒たちの興味があることを議題にやっていくっていうのがレチェエミリアなんですね。か例えば、うん じゃあ今クラスのその興味っていうのが虫にありますっていう風になったらその数字をこう数えて2たすさが5っていうのができなかったとしても、うん、じゃあコンボがここにいますってトンボは何々くんがこう思っててはいこっちに行ってはい今何匹になったっていうトンボを数えることはできるとうん、うん、とかあとは図工でじゃあみんなが見た夢について書いてくださいって言っても書けないんですね。はい、けどじゃあ その好きな虫を書いてください。だった虫のことしか考えてないので虫は書けるんですね。っていう考え方で、うん、こう、大人が作ったそのカリキュラムに子供を当てはめるのではなくて、子供が興味があるものに大人が当てはめていくっていう逆の発想なんですね。うんはい、で、なんか同じ、要は同じ言われ、 ことをやるにしたとしても子供は興味がないと全く頭に入ってませんっていうのでもうそりゃそうだ、うん、<laughs> そりゃそうだっていうのを見ててみて思ったんですよね。はい、ですごいなんていうんですかね柔軟というかあの、うん、合理的だなっていうのを受けてみて思いましたし、まあ、そうであるべきだなっていうのも思いました。 とか、またフードセーフティーの勉強だったりとか、そういう資格系の勉強をもちろんしていかないといけないんですけど、うん、もう一個私が面白かったのが、はい、えっと、肯定的なアプローチ法っていうのが必須科目で入ってくるんですけど、うん、あの、それもその授業で必ず ECEA のアシスタントになったりするときに取るような、あの、絶対必須みたいな勉強方法になるんですけど、はい、あの、 ドンととかストップとかっていう言葉を使わずに子供をどうやって止めるか<え>この止めるというか否定的な言葉を浴びせないっていう教育方法ですね。 まあ、例えば走り回って大声で走り回ってる子供をどうやって怒鳴らず、うん、あのなんて言うんですかドーンとかスタープっていうネガティブな言葉を使わずに止めるかとか、うん、泣き叫んでる子供をどういうふうにストップとかドーンとか言わないで止めるかとかっていうあのことを勉強していくんですけど、あのー、すごいどれだけこうその言葉に力があってネガティブな言葉で,、うんで こう浴びせることがよくないことかみたいなことも勉強するんですけど、はい、まあ分かっててもその方法がんていうんですかね分からないとなかなかそれで難しいことだと思うんですよね。うん、で日本で結構「危ないやめて!」とか「ダメ!」っていうふうにめちゃくちゃ言うじゃないですかもう。<laughs> で私もメイがいる時にはもうそれをずっと言ってるので,、うん、でそれがその一日の中ですごいたくさんの数多分。 ネガティブな言葉でダメ、ストップっていう,うに言ってしまってると思うんですよね。うんうん、で、それが良くないとされていて、はい、じゃあどういうふうに止めるかみたいなアプローチ法を大人が学びましょうっていうところなんですよね。<laughs> なんかすごいなんかこう考え方というか視点がちょっと全然違うので、まあ、そういうことの勉強していくんですよね。うんうん、で、はい、まあなぜ北米の人、まあ、カナダ人もそうですけど、こんなに自己肯定感が高いかっていうのがよくわかりました。はい <laughs> そうですねなのでまあマイナスになるプログラムではないので、うん、まあ一生例えばこの保育士の資格を使って使ってじゃないですね取得して実際に一生保育士をやらなかったとしても、うん、それってなんか人間として生きていく上とか自分が子育てをする上でとか日本に帰った後も英語の幼児教育の需要って本当に増えてるじゃないですか。うん、なので、まあ、そういう形で使っていけるものなのでこう。 なんとなく受けるっていう,いうかそのなんていうんですかね生きる力としてとか生きる能力として、ええ、あのマイナスにならないプログラムだなっていうのは受けて思いました。はい はい、そうですね。なので、まあ、ちょっとポイントとしては保育士資格が取れるっていうことと永住権取得に向けて優遇職種であるっていうこととあとはプラティカムですね実習は無給で3回、うんえー、違う縁を見ることができるっていうのが、まあ、大きな特徴かなと思います。はい。はい で入学も結構、まあ、年に2、3回は必ずあるものになりますので、まあ、入りやすいかなっていうことと、はい、1>, まあ1年以内で終えられるっていうのは結構魅力的かなと思います。<laughs> はいはい、ですね。以上がバンウェストカレッジの、えー、幼児教育のプログラムですはい、いかりました、はい、では、えー、今回こちらの動画ではですね、えー、バンウェストカレッジで開講してます幼児教育につきまして、えー、日本人スタッフのサラさんからご説明いただきました。 どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。